はい、皆さん、こんにちは。Times for Simple Music 音楽の時間のシェア G です。今回は一緒に弾いてみよう。ソロピアノレッスン動画、松田聖子スリーピングビューティーの第2回をお届けしたいと思います。なお、すでにこのチャンネルにアップしているソロピアノ演奏、スリーピングビューティーのソロピアノ演奏全編のリンクは、右上の方に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧になってください。前回の動画では、スリーピングビューティーのソロピアノ演奏、ステップ2のボイシングのところまで、練習しましたが、いかがだったでしょうか。本日は、リズムと、キメのフレーズを加えてアレンジを仕上げていこうと思います。なお、前回の、レッスン動画については、右上にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも、ご参考にしてください。それでは、ステップ3から始めていきたいと思います。はい、次はステップ3、リズムです。このステップでは、原曲のリズムパターンを感じられるような音を追加していくというステップなんですけれども、スリーピングビューティーの場合にはテンポが遅いバラードですので、リズムパターンを再現するというより、歌のフレーズがない部分を、埋める音を追加すると、いうような形になります。それでは1小節ごと確認していきましょう。2小節目で、メロディーがない瞬間に、アルペジオを入れます。3小節目 B7 ですね。じゃあ1小節目から3小節目、もう一度やってみます。もう一遍やってみます。4小節目を、左手刻んでいきます。5小節目も、C7 のコードを刻みたいと思います。小節目 Fm7 も少し2音追加します。5小節目からも振っていますね。
じゃあ、繰り返しです。小説目から、シャープマイナー7から持ってやってます。そうですね、5小節目の C シャープ7、C シャープ7から2括弧、やってみます。はい、それではステップ3リズム、今度はメトロノームと一緒に、16小節、通しでやってみたいと思います。最後のステップ、仕上げのアレンジです。スリーピングビューティーの場合には、バラードということもあって、印象的な、フレーズですね。フィルインという呼ばれるようなフレーズは、8小節目の B7 から頭の E に戻るところ、その1箇所だけ、とても印象的なフレーズがあります。やってみますと、5小節目、C シャープ7からやってみますね。今の部分ですね。5小節目からやってみますね。それでは、メトロノームと一緒に16小節、やってみたいと思います。
スリーピングビューティー A メロのレッスン動画は以上となります。ぜひ動画を何度もご覧いただき、耳で音を、サウンドを、目で弾き方を確認して、練習していただければと思います。次回からはスリーピングビューティーのサビの部分の弾き方をご紹介したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いいたします。